高木です。高木です。お願いします。はい、でモザイクの野郎です。ああ、もう出来上がりですね。で明日決勝です。はい、明日ね、甲子園出場者ね、一応ねモザイクがかかってる、ね、ベスト4まで行ったね、選抜だろうが夏だろうがいいんですけど、高校野球見てその振りは見てないとダメですね。そうそうです見てない、見てないですか。見てないですか。見てますよ。本当ですか。いや、もうドラフトも関係ないから見てないから全然見てない人ですけど、いや、まあまあ明日の決勝は大阪桐蔭対、そうですね、これでも世論は、まあ、大阪桐蔭がもちろん強いと思ってるんですけど、世論的には話のように勝ってほしいね。まあまあ、どっちがヒールかっていうと、そうですね、大阪遠いんだよね。ですね、唐津農業の応援の人が多いですよね。いや、そりゃそうですよ、はい、でも、大阪遠いって明日負けるとさ、何の意味もないわけだよ、はい、まあ、例えば決勝まで来る、まあまあまあ、ここを目指してたわけじゃない、はいはい、春夏連覇かかってますね。春夏連覇かかってますね。農業って、もうここまで来たらっていう、なんかこう、開き直れるじゃん。そうですね。だから精神的な部分ではどっちが有利、うん、俺、なんか大阪遠いが硬くなりそうな気もするんだよ。いや、もう硬くならないっすよ。能力高いっすよ、大阪君。強いっすね。まあ、確かに。はい。でも、あの、吉田君いいよ。どういうピッチングするか知ってるの？すごいピッチング。見てない。全く見てない。見てないです。じゃあ、何対何？え、ゆたかさん何対何？俺、6-1で遠いから。はい。やっぱ大阪遠いが強いよ。でしょ。でもね、それだけの対戦のね、もう周りがそう思ってる中、金足の上がどこまであるかって楽しみがあるんですよ。いや、だから何対何？でもこれあんまりいいことによって敵作るじゃないですか。いやいや、お前丸く収めるな。丸くはいいんだよ。いや、勝負事だから。そうですね。2つ、2つ、2つ。なんだろう、もうその吉田君が頑張っちゃって完璧に最後の力を振り絞ったら2-1で金足の。ただちょっと3、4回に序盤に崩れることがあると15-2で大阪桐蔭。あ、もうワンサイクルもどっちか。なんか敵を作りたくないっつって思いっきりそこはクローズアップされて敵作るから。でもそれを思い切ってこないと。それぐらいの大阪桐蔭が最後すごいから、だからこんだけ振っといてね、吉田君がビチッと抑えたらいいじゃない。感動的だよ、かっこいいっす、ヒーローだよね。ヒーロー、もう点数はいいや。どっちが勝つ？大阪桐蔭です。まあ僕はもう金足農業を押してますから。なんとやない、4-2です。吉田君が普通だな。2パターン出してんじゃないですか。汚いっすよ、2パターンは。オートレースとかでもインから逃げた場合に1-2で行くか、インと1-2が逃げれなかったら外のゴールオブで勝負するか、2パターン考えなくて当たんないのよ。それ何の話？ゴールオブです。あ、見えたじゃあ、もう大阪桐蔭3-1です。1-1か、もし金足が勝つなら1-1です。2パターンですよ。2パターンだろ。学んだことなんて。いや、俺は桐蔭が勝つんだったら6-1だ。ああ、言ってましたよね。金足だったら2-1。おお、豊さんも2パターン。2パターンっすか。俺は奴隷になってるから。その前の番組で、ね、優勝校を当てようって言って、俺浦和学院ですよ。ああ、桐蔭といきなり当たって負けちゃったわけ。ああ、で桐蔭金足って予想してた。え、金足どうした？ベスト8の時から押してました。いや、それで優勝したやつの奴隷にならなきゃいけない、15分間。どれ決定なわけ。その代わり点数が当たったら免除してくれっていう。それ今日いいの足したんですよ。なんかどれがお前ピンポイントでお前当てた。お前さ、豊さんどれで俺も誘えよ。まあそういうことで、まあ、予想が出ました。はい、で来週から大物ゲストを呼びます。はい、ヤクルトに関係してタシとタシュエットはペンギン。以上です。まあ、つば九郎と言ってもいい。つば九郎、中に入ってない。それはバレない。中に入れない。バレないです。ご期待ください。はい。